来店したばかりのアルカリュウ。あ、これは面白そうですね。リュウマコト。練習したマコト戦を見せられますかね。さあ、シャガチューパンにマイダイパンを合わせていく。さあ、バックステーシャガダイパングラップかな、シャガダイキークラップかな。さあ、竜巻刺さって移動投げは届かない。移動投げ。さあ、飛びに、おっと、飛びが間に合った。さあ、台足は、あ、チェスト出なかったが、さあ、聖中を貯めたい誠。さあ、リープ、シャガチューパン置き、台足ブロック、あっと、これは死んでたが、出なかった。さあ、ナイスガード、マイブロー。さあ、まあ、油断したところに唐草決まって、大パン聖中で勝ったのはこちらさん。そうですね。やっぱ巻かない、見て対処するのはむずいですよね。巻いた方が楽。さあ、これは最、あっと漏れ、大パンが出なかったですね。ポパン中パン、ポパン前ダッシュ、さあ投げで割り込んでいく。さあバックステッドと漏れてしまって、遅らせグラップ。さあ、これはちょっと難しかった。さあ、スカリに中足進化うまい。大パン仕込み埋めて、端で稼いでいく。中パンバックして、リープはガード。硬いですね。真空は 1.2 マックスなんで、まあ、やれなくはない。さあ、小足置いて、さあ、うますぎる大パンエクセスト。さあ、吹き上げてなかったか。さあ、アッパータイク。コアコアガード。さあ、リープ。マイスでしっかり、さあ、スカリを見ようとして、差し返しできなかった。さあ垂直置いて、さあ円柱形になってしまって、おっとうまい、しっかりシャガ中パンに真空仕込んでます。さあ移動投げ、アッパーはガード。さあコパン真空が出ないが真空をなくしていく。さあ正中溜まったんでちょっと怖いですね。さあ噛み合って波動真空しない。さあこれ、あ、これはかなりリー、うん、まあ難しいですね。そう、あ、二択に行くか迷いましたね。難しい。